どうもみなさん、こんにちは、こんばんは、おひようございますなんて言ってますそうです、私が、ヤータクダークロコとクロダタケヤです。えー、久しぶりですね、行ってみましょうクロダタケヤのタダダタタタタタタマトイー、はい、イェイイェイ さあなんて言うてますけどもね、今日も頑張っていかなあかんなあなんて思ってますが、もう今はね、夜中の1時を過ぎて、えー、こんな、えー、密室で大きな声を張り上げてるヤータクのダークロがここにいるわけですが、皆さんいかがお過ごしスタイルでしょうか、えー、そうですね、言いたいことは皆さんたくさんあると思いますが、まずはこちらから言わせていただきましょう。 えー、少し長めの休暇をいただきましてありがとうございましたありがとうございましたなんて言うてますけどもですね、えー、なんかこう図らずともこういう形になったというのがもう間違いないからと、えー、思っておりますまあ簡単に説明させてもらいますと前回本当にこの日本の真夏真夏の時に、えー、やわらダークロー日本におりました 2ヶ月ぐらいいいたんですかねでいる間にさあもうエンジンかけていこうとタイムアウトもぐん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 アクセル吹かしてねえ突っ走ってましたらまあ僕は僕で忙しいわけでえーちょっと滞在中にどこまで行けるやろうでもできたら100回まで行きたいなと100回でええちょっと夢の公開収録なんかしてなんて言ってて。 で無理やりと言っても無理やりだと思うのでヘビータイムアウトは覚えてると思いますけども9月あの前半あの1日2回上げたりとか無茶なことをしてたのは、えー、覚えてると思うんですけどもなんとか滞在中に100回をやってでニューヨークに戻ろうというのをやってなんとか、えー、やりましたよはい鼓膜まで破ってねバスケして鼓膜を破ったという大事件があったんですけども鼓膜を破ったまんま えー、あの第100回、第101回の公開収録をやってたんですが、その後、えー、100回やったって言って、まあ、少し休みたいなという思ってた気持ちもありまして、少しっていうのはどれぐらいか、まあ、ちょっとこうね、その自分の気持ちが、えー、乗るまでという感じだったんですが、ニューヨークに帰りまして、で、簡単に言うとむちゃくちゃ忙しくなったんですね。えー、自分の ライブがあります。で、プラス、他のなんか頼まれてるアレンジの仕事が何個もあったり。ほんで、あと、その自分のライブの後にレコーディングもすると、で、それ、離れ払いになったコーリーやアダムとかをわざわざ飛行機で呼んで、もうほんまにこう、聖徳太子ぐらいの、え、あらわざをしないといけないぐらいのこうタスクをですね、このヤータグダークルに振りかかってたというのもあって、で、 だけじゃなく、ええー、この、もうチームですよね。ヘッドクォーターズ、タイムアウトのヘッドクォーターズも、実は、むちゃくちゃ忙しくなっててですね、本業の方で。ええー、その辺の連携がもう、暴殺されたこのチームがですね、連携をちょっと失いまして、ええー、今回、日本に僕が帰ってくるまで、ちょっとこう、なかなかこう、 タイミングができなかったというのが、えー、まさに正しい説明かなと、えー、思っております。ただね、このいない間に、あれと、タイムアウトロスだとか、えな、ー、くなってしまったのとか、いろんなあ言葉をですね、えー、タイムアウターズからですね、聞きまして、いやー、我ながら、我々ながら、 いいコンテンツを提供してたんだなと、いいコンテンツかどうか分からないですけど、好きな人にはいいもんやったんやなっていうのが思いましてですね、いや、これは、張ってでも進めるべき、牛歩、牛の一歩でもいい、牛歩の一歩でもいいから、えー、進めていくべきだなということを、私、そしてタイムアウトヘッドコーターズも肝に、えー、命じながらですね、今、 このマイクの前に、えー、僕は座ってるわけなんですけど皆様いかがお過ごしだったでしょうか2ヶ月何ですかもうこの声がなくなってちょっとあの電車の中でプープープーなんて笑うこともなくなったんでしょうかね分かんないですけどもあ,あの寝る前のお供だったり朝の忙しい時にかけてくれてた人もいるでしょうし えー、ミュージシャンの若い子たちが聴いてくれてたりとかもそんな話も実は聞きますミュージシャンの方が意外と聴いてくれてるなんてねあーのーまあ100回も終わったことですしちょっとこう力を抜いて、えー、やったくダークロブシでねこっから102回からいけたらいいなと思いまーす <music> さあなんてアホなことを言ってますけども。 いやー今回のニューヨークどうでしたかという話まずなると思うんですがまあ一言で言いますと最高でしたあのー、ニューヨークという場所自体がもちろん自分のなんかこうもう18年目なんで、まあ、第二の故郷と言っても過言ではないんですけどもニューヨークの何が好きやったんやろうとかってなるとやっぱり音楽であったり で自分のやってる音楽とその周りにある環境が良かったりっていうのをこう思い知らされたこの1年半だったんですが今回はこのパンデミックになってから2回ニューヨーク行ってるんですね去年の大統領選の時と今年の、えー、春も1回行ってるんですけども今回唯一違ったのが今回自分のライブができたことでそこに、えー、1年半会ってなかったコーリー・キングとアダム・ジャクソンドラムのアダムとトロンボーンのコーリーを わざわざ、えー、読んで、もうこれはやろうということで、もうちょっとね、胸厚でしたね。コーリーが電話してきてね、よーめん、と、えー。うち、あの、アパートにピンポンないんですよ。潰れてて。だから着いた人は絶対僕に電話しないと、ドアを開けれないという、えー、妙な法則がありまして、電話がかかってきて、えコーリーキング来たからと。電話出た。イェーメン、とかあって、I'm d o w n と。下にいるぞと。 オーシェッって言って、下に行ったらもう何にも変わってない。1ミリも変わってない氷がですね、そこに立ってですね。変わってるというと、マスクしてることぐらいですかね。コロナになってから会ってなかったですから、しっかりマスクをして、僕の家に入ってきてくれてですね、まあ、それはそれは。 もうキャッチアップすることは山ほどあるんですけど、まあ一個ずつ一個ずつ話して、でまあレコーディングライブどうしようみたいな話をして、それでリハーサルが始まるわけですよね。その3日後ぐらいかな。えー、リハーサルに、えー、ニューヨークに住んでるラシャーンとクレイグはまあ毎回行くたびに会ってるんですけども、レコーディングを頼んだりとかしてるから、まあ彼らも来て、 えー、んで、今回泉川くん、ニューヨークに住んでる泉,泉川くんが来て、で、コーリーが来て、今度はアダムが来て、アダムはリハーサルの日に飛行機で来て、えー、わらブめーみたいなね、もうね、めちゃくちゃでかい声で、体も出がなってましたね。もう彼は今テキサスに住んでるんですけども、えー、来たらなんでしょう、もうずーっとニュースクール15年来の付き合いをしてて、 で、ここ数年ずっと僕のツアーを付き合っていただくれてたこのメンバーが久しぶりに集まって、1曲目をガーッとやったんですよ。もう、もうアダムノートとかむちゃくちゃでかくて、もうなんかそのエネルギーをもう大放出してるみたいな。で、それに応えるように、もうラシャーンもえげつないラインを引いて、 えぇ、ー、泉川も、めちゃくちゃリズミカルな、泉川がリズミカルな、えー、コンピングをしてですね。で、クレイグ、俺、コーリーの順番に並んで、僕が書いた新曲のラインをね、ザーッと吹くわけですよ。で、一曲バーン終わった時に、ラシャーンがなんか言ったんですよね。Damn man, yeah, yeah, we have to play music, man, みたいなことを言ったんですよね。 やらななあかんわみたいなこと音楽を私はもう結構こうあの自粛を結構してた人やったからそこまでアクティブに演奏してなくてでまああの時のあのリハの1曲目終わった時のあの感じなんかちょっとこうおおみたいなねそっからもう怒涛のリハーサルバーやってるんですけどもうアダムがドラムしばきすぎて天井がパラーンって1個かけて天井の表面のなんかその部分が パリーンって落ちてきてうわ落ちてきたなと思っていややっぱこうなんて言うんでしょうねもう何トントラックが走り回っとるみたいなエネルギーを感じたリハーサルでしたけども今回のニューヨークはもう本当にあ俺ニューヨーク好きやけどニューヨークもこいつらこいつらがいるからおもろいやなって。 ほんまに確信した、ええー、今回の滞在でございました。とワわわわわとは、わわわとは、わわわわなんてアホなことを、ええー、言っておりますけどもですね。いやー、だからまあ今回その前半戦はほんまに、その、ああ、コーリー、アダムが、あの、テキサスと、ええー、シアトルから来てもらって、でもう、毎晩のように、彼らもなんか、 特にそ他に用事を入れてなかったからもう毎晩集まってですねまあそれはそれはまあ飯食ったり、えー、飲んだりして歩き回ったりいろんな話もしました結局ヘビーな1年半やったじゃないですか特にアメリカはいろんなことをこう、えー、いろんなイベントや、えー、活動があったりとかまあ決して明るい1年半ではなかった特にアメリカはというか。 まあそんな中でこう彼らの話を聞くのも面白かったしワクチンの話受けない人も多いとミュージシャンが結構多いんですよねなんかいろんな背景があってえそんな中でえそういう話をしたりだとかえそれでまあ人をこうジャッジするようなこともあるんですけども氷がまたあっちっつもかっこいいこと言うんやけど コ、えーリは売ったんですけども、売ってない人の友達とかで、こう、身構える人も多いんですよね。なんかこう、みんな、売ってないとなんか言われるんじゃないか、売ってるとなんか言われるんじゃないかっていう考え方がないことはないんですけども、いや、売ってなかろうが売ってようが、もう、いや、I will, t h i s always love me みたいなね。いやいや、関係ないよと。ただまあ、なんていうの、どういう考えで、どういうことでやってるかっていうのをシェアしてね。 そこからこうちゃんとコミュニケーションしていくことが大事じゃないかみたいなことを言っててくっそーと相変わらずかっこええなと俺も使おうなんて <laughs> 思ったわけなんですがまあそんなことを言ってる間にまあどういうふうに過ごしてたとかコリーはなんか結構作曲の方に力を入れてそっちでなんとかお金を作ろうみたいな話をしたりアダムは意外とオースティンで忙しくドラマーとして活躍してたり。 とかね。えー、みんな場所場所でいろんなそのアプローチがあるんやななんとか思ってで。僕は僕でね、結構日本にいて、えー、いろんなライブをしながら。で、コーリーと喋ってる時に、いや、俺実はね、とか、このタイムアウトっていうのを初めて YouTube を使って、えー、100回もやったんよって言ったら、もう、It's amazing man! とか言って、めちゃくちゃ、あの、感激してくれましてですね。いや、ありがとうと。 いやそうやってこう自分の音楽を通じてそれを好きでいてくれる人たちとこう交流するっていう形の一つとしてはめちゃくちゃ面白いユニークでいいやり方やなとえ自分でも思ったわけですがまあそんなねえ本当にこう一気に脳みそと感覚とえ音楽と耳となんかいろんな感覚が一気に動き出したニューヨーク滞在やったなとそういうなんかこう ずっと自分の、こう、歩いてきた道を一緒に歩いてきた仲間と、こう、いろいろ喋るだけで、そうやった、そうやった、こうやった、こうやった、ということと、こうやって歩んできたよな、だからこれからもこうやって行こう、みたいなのを、なんか再認識できた、むちゃくちゃいい、1ヶ月半、2ヶ月でございまし。たわわい、たわわい <laughs>。えーそんなね、えー、なんて言うてますけども。あの、実は一つ、 皆様に、まあ、ちゃんと説明しとかなあかんというか、あの、9月の中旬から後半にかけて、なんかこう、黒田拓也の新曲が、バチバチ一曲出てたと思うんです。あの出たんです。えー、ブランニューシューズっていう曲なんですけども。 えー、いろんな方にもあのリツイートしていただいたりあのタグしていただいたんですけどあのご私本人からは音沙汰がないのでどういうこっちゃんっていう思われてると思うんですけどあのはいそういうことなんですありがとうございましたあのいい曲ですよねあ,のあれは日本テレビのイントロっていう番組、えー、夜中にやってる番組宣伝をする その日テレの番組を宣伝する番組短い5分から15分でしたかね。それの主題歌からオープニングソングを一新したいということで友達のつてで頼んでいただいて去年もう思いっきりパンデミックやった時にあのあじゃあやります言ってやったんですよね。でその時はもう自分のスタジオで じゃあほとんどぜ全部自分でやろうと、ドラムから何から、あの打ち込みでね、で,できるところで全部やって、最後、ババヤンにだけサックスを吹いてもらって、あとは、あの全部僕がやってるんですよ、あれ。そこがまたちょっと着目点かなと思ってたんですけども、これほんまに正直に言いますと、あ,あんな形で世界配信であのシングルリリースするって、いや、これはぼ僕が、あの、なんとなく思ってなんかちゃんとそういう契約はしてるから、 あの向こう側さんが何の悪いこともないんです、僕があの、なんて言うやろう、どの規模でどうなるっていうのを全くこう意識してなかったんですけど、たくや黒だとして、世界配信、だーんって出るって、全く、えーまあ、勝手に予想してなかったから、バーンって出た時にときに、突然僕の方にも通知が来ますよね、何かしらの。それと同時に、僕のアメリカのマネージャーからもです、ね、連絡が来まして、おいと、やいと。 お前何やこれみたいな。なんか勝手にシングルお前出しとるんかみたいな。い一応ね、そういうなんかこう一緒にやってるマネージャーですから、そういう,こう報告義務とか何やってるっていうのは当然説明義務があるんですけども、基本的にこう暗黙の了解で、あの、まあじゃあ例えば日本で、どっかえーバーでちょこっとライブするとか、まあそんなんはもうええやろみたいな。 えー、話になってたというかまあその辺はもうその辺その自分らで判断してっていう話になってて今回のだからそのブランニューシューズに関してもまさかこう日本国を超えて世界に出るもんやと思ってなかったっていうのは正直なところなんですがまあちゃんとまあそれは説明しまして、えー、マネージャーにはもうあそうかそうかじゃあまあ いい曲なんやから、これでいいなと思ってくれてる人がおったらソロでいいじゃないかっていうことなんですけど、まあ、皆さんだから、あの、安心して、聞いてください。あの、そういう経緯が少しあったということなんですが、着目的には、本当にほとんど僕が全部、えー、やったと。ピアノも弾いたし、ドラマ打ち込んだし、ベースも弾いたし、ベースもキーボードで弾いてっていうね。 えー、その辺ですね。ちょっと声も入れてんのかな後半に。自分のお恥ずかしいながらですが、まあそういう、こう、本当にこう、セルフ、セルフプロデュースでセルフプロでえー、プロダクションというか、えー、そんな感じのブランニューシューズ、ぜひ。でまた番組の方もね、見たことある人い多いんじゃないですかね実はこう、チャンネル変えてるうちのみたいなね。えー、なんかその、 僕がやったっていうのでその番組の方がロケにまで来てくれてちょっと出てるんですけど僕のちょっとあの何て言うんでしょうかはにかんだ感じも <laughs> 見てくれたら <laughs> いいかななんて YouTube に上がってるんじゃないですかね多分ねあのおかずかお恥ずかしい感じでございますがめちゃくちゃ楽しいロケでございましたということなんですが「ブランニューシューズは」は、えー、そういう、えー、ビハインドストーリーでございましたわわん さあなんて言ってきましたけどもこの久しぶり「久しぶり久しぶり」の、えー「タイムアウト」やっぱりいいですね喋りながらテンションが上がっていくの、えー、血液が沸騰していくの、えー、感じました皆様。 長らくお待たせいたしました。寂しかったですかそうでもないですかどちらでもないですかいやー、僕は嬉しいですよ。今ここで喋りが、お喋りができてなんて思ってますが。さあ、なんて言うてますが、さあ、タイムアウト、こっからバシバシ続けていきたいと。目指せ200回ですかそう思うとちょっと気が遠いですね。まず目指せ110回を、えー、目指したいなと、えー、思っておりますが、あーのー、 インターフェムのムーンフライトの方もお楽しみくださいさあ第102回タイムアウト楽しんでいただけましたでしょうかなんて言ってますがそろそろお別れの時間でございますえー、次回はねまた面白い話をしたいと思っていますがえー、今日はこの辺でさよならでございますそれでは皆さんおやすみなさい Takk fyrir að hlusta.